はい、皆さんどうも、コメット&ミントです。いつもご視聴ありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いいたします。今回プレイするのは、東方新世界です。ではやっていきましょう。設定はこれか。最初からですね。シナリオ選択、そんな、あ、レイムとマイサどっちかから選んでってことか。まあ、レイムから。ゲームで行こうか。全然わかんない。幻想郷。東の国のどこかの山の中にひっそりと存在する小さな土地。幻想郷には昔から多くの妖怪が、住み？でいいのかな？人間と共に暮らしてきた。500年ほど昔、幻想郷の賢者、ヤクモイカリは、世界中から妖怪を迎え入れるべく、幻と実体の境界を作り、幻想郷の妖怪たちは、ますます、でいいのかな？勢力を増していった。しかし、さらに時代が進み、人間が科学を発展させるとともに、幻想郷的な存在は否定され、妖怪たちは非常識な存在として、世界から徐々に姿を消していった。このままでは妖怪の存在そのものが危うくなる。ここで幻想郷は、隠れ大結界という新たな結界を張り、外の世界の常識を幻想郷から追い出すことで、妖怪たち非常識を守ったのであった。それからさらに100年以上の時が過ぎ、幻想郷は外の世界から切り離されたまま、独自の共存関係を築いていた。はあ、今日も一日退屈な事情、本当にくだらないわ。ああ、幻想郷で暮らす人たちが羨ましい。私も幻想郷に生きればいいのに。誰ですか？戦闘チュートリアル、それは疾走感と。しといてもわからんのに。今日はちょっと運動してみようかしら。あんまり使用されると、ゆかりや、がうるさいのよね。さあ、ちゃっちゃって終わらせるわよ。おお、来た。お？さあ、次は、わざが錆びついていないかの確認ね。これは自信があるわ。楽勝よ。さあ。ああ、なるほどね。おお。まあ、こんなところで次はメモリの確認をしましょう。あ、デッドアール。あ、敵が青いよ。状態したタイミングに。時にタイミングをスロー。青い光が見えたら思い出して一気に攻め込む。これはちょっと難しい。それそれ。よいしょー。よしよしよし。さあ、せーん。ガードが効かない敵？弾幕をガードするとガードが壊れるか、弾幕は B。弾幕は防御できない。エントリー制になったら弾けるしかない。体力の回復。おうほうほう。おお。ウェイ。
プレイ神社。あら、ほう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 、平和もね、平和でいいじゃないですか。何なんだ、ほう、なんかどうなるんだろうね。人間の里？なんかね。あらららら。うわぁ、ひどい。おぉ、ここは下まで食べるんだ。まだいんの？かわいいのー。左。はい、はい、はい。戸惑いますから。あおう、わあ、よし、よしよし、お？なんかやばいな、おっとず。喋らない。ね。あ、怖っ。
また怖えわ。よいしょ。なんか来たぞー。おう。おう。わい。イエーイ。やってった。なんだ？教室？あらら。外の世界か。帰る方法ね。ここはどこですか？でかーい。壊れるんかい。はいの。これはね、どこ行ってんだ。どこに行けんだ？とりあえずどんどん進もう。
ほうほうほう、アイテム。ん？何か言おうかしら。はい。どうしてそれを？え、本当に？ははは。ただの一般人。外の人間に知られている。ってことある？帰ってこれなくなっちゃって。いけないの？せっかく連れて行ってもらえると思ったのにな。詳しいことは知らないみたいね。ほうほうほう。そうですよねー。そうですね。わお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 、なんかいっぱいいる。あ、やばいやばいやばい。やばい。うえ。やばい、もう体力がやばい。一旦あれどこ行った突破の腹筋っすよ。おえーうわぁ、ゴミがいっぱい飛んでくるやねえか。さ。これはやばい。これはやばい。ひどい。よしよし、危な。めっちゃ危なかったんじゃ。
なんだろう、これは。ほうほう、死んじゃいないね。やったー。死に来られたわ。待て待て。誘拐物結構危険。あえー、ははは。異文化交流。帰れないのは困るね。うさみすみれこ。にんにく。うさみすみれこですね。およ覚えるかな。どこ？読み方がわからん。通りおすず知恵田の秋ほうほうほう。あ、墓参りができないと。メインクエストね。セーブってことがないの、これ。ちょっと、セーブ。セーブは？これさ、戻って。ああ、よかった。よかった。
通知ができるね。第3章、もう3章までいったの。はい、というわけで今回はここで終了です。次回も頑張りますので、チャンネル登録、グッドボタン、コメントよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。